こんにちは、ごけんです。今日の食材はこちらになります。と言ってもね、まだこの状態じゃ何かわからないと思いますので、まずですね、こちら開封していきます。改めまして、今日の食材はこちら。こちらがですね、イシガレイという魚です。そしてね、まあ、このお魚なんですけども、前回一色魚村で200円で買ってきたイシガレイになるんですけども、その日にね食べきれなかったので、とりあえずね頭を落として、内臓もね綺麗にして、そしてねこの水分を取った状態で、いわゆるね、まあ、熟成してあるような、そんな状態になってます。ということでね、まあ、今日はもうここまでね、もう頭も内臓も取れてますので、このまま5枚おろしをしてお昼ご飯をね作っていきたいと思います。そしてね、まあ、今日このイシガレイ準備したんですけども、まあ、当然ね安かったっていうのも理由なんですが、前回ね生放送をやった時に、このカレイのしゃぶしゃぶが美味しいですよっていうねコメントをいただきましたので、まあ、それをね参考にというか、それをねパクらせていただいて、今回ねこのカレイを使ってしゃぶしゃぶを作っていきます。それじゃあね、まずはとりあえず5枚おろししないといけないので、このねカレイを5枚おろしにしていきます。5枚おろしね、前回もやりましたけども、ちょっとね魚剣はあんま上手じゃないので、さばきのね参考にならないかと思いますが、温かい目で見てもらえればと思います。じゃあね、やっていきます。まずは背骨のところから包丁を入れて、置きとかな。そしてね、背骨のところから骨に滑らせるような形で、まず包丁を入れていくと。そしたらこのままね、ちょっとずつちょっとずつ滑らせて、いいかな。難しいよね、5枚おろし。縁側の付近まで行ったら、ちょっと包丁を立てて下ろしていくと。こんなんでどうかな。よし、はい、こんな感じでね、まず1枚目が取れました。今回はね、まあまあ綺麗にできたんじゃないですかね。それじゃあね、残りの分をやっていきます。ゆっくりやればできるのかな。よいしょ。このね腹骨のところは先に切っといて、はい、2枚目もねこんな感じで取れました。それじゃあね、ひっくり返してこちらのね裏面も順番にやっていきます。はい、こんな感じでね4枚目が取れました。そしてね、私はね、あんまりやっぱりね、5枚おろし得意じゃないので、まあ、こんな形でね、身が結構残ってしまいます。なので、ちょっとね、考えて、まあ、こういったね、まあ、スプーンで、マグロの中落ちみたいに、こうね、ガリガリっとね、こそげ取ればね、無駄がないと思いますので、ちょっとね、一回やってみたいと思います。うまくいけばね、5枚おろし失敗しても無駄がないので、いい方法だと思います。じゃあね、ちょっとやってみますかね。ここら辺でうまくいくかな。あ、でも意外といけるかな。
良さそうですね。はい、こんな感じでね、身が取れますので、いい方法なんじゃないですかね。ちょっとね、他の場所もね、順番にやっていきます。はい、こんな感じでね、カレイの身の方が取れました。こうすればね、仮にね、5枚おろし失敗しちゃってもね、身を無駄にすることなくできますので、もしよかったらね、試してみてください。あとはね、まあ、こんな形で骨が残りますので、今日はね、まあ、料理がしゃぶしゃぶということですので、この骨をね、まあ、出汁として使いたいと思いますので、これをね、ぶつ切りにして出汁用にね、保管しておきます。はい、こんな感じでね、ここがね、中骨の部分になりますね。そしてここはヒレ関係になりますけども、今回はね、このヒレは使わずに、こっちのね、中骨だけ出汁として使います。それじゃあね、こんな形でね、身がね、4枚取れましたので、あとはね、この皮を引いていきます。皮引き苦手なんだよね。皮をね、前回の動画でもそんなに綺麗にできなかったので、だいぶ苦手なんですけど、いいかな。よし、はい、こんな感じでね、皮が引けました。このね、縁側のところもね、こう手でね、剥がせます。こう手でね、ペロペロっとね、ペロっとこう剥がれます。ちょっとね、縁側はね、つまみでいただきます。うん、うまい。それじゃあね、残りの3枚も同じように皮を引いていきます。はい、ということでね、皮の方が引き終わりました。あとはですね、この血合い骨と、あとね、ここの腹骨をね、取っていきます。腹骨を取って、血合い骨を取ってと。はい、ということでね、腹骨も血合い骨も取ることができました。あとはね、もうしゃぶしゃぶの形に身をね、刺身状に切っていくだけですので、ちゃちゃっとね、切って盛り付けていきます。はい、それじゃあね、盛り付けの準備の方ができましたので、順番にね、切って盛り付けていきます。まずはね、まあ、今回しゃぶしゃぶですので、こういったね、生わかめ。こういったね、生わかめもしゃぶしゃぶで食べると美味しいですので、こちらをね、一緒にまず盛り付けていきます。ここら辺にね。見えるかな？見えにくいかな？こっちにしますか。この方が見えるかな。じゃあね、まずわかめ盛り付けましたので、あとはね、こちらの石ガレイをね、お刺身状に切っていきます。もうね、まあ、前回のね、昼ご飯もそうでしたけども、自分が食べるだけなので、ちゃちゃっとね、軽く切っていきます。ちょっとね、しゃぶしゃぶで食べますけども、かなりね、厚めの盤で取りたいと思います。はい、こんな形でね、石ガレイのお刺身の状態にね、なりました。それじゃあね、こちらをテーブルに持ってって、しゃぶしゃぶにしてね、いただいていきます。はい、ということでね、完成しました。こちらね、鍋の、スープなんですけども、こちらね、昆布だしを取ってあります。まあ、昆布だしといってもね、あの粉末の昆布のね、顆粒のものを溶かしたものになります。あとですね、このカレイをさばいた時に出た中骨、そちらも一緒にだしに取ってこしてあります。本来ね、このしゃぶしゃぶやるときは、中にね、野菜とか入れて食べるのが一般的だとは思うんですけども、せっかくね、まあ、こんな形で
石ガレイのねしゃぶしゃぶを食べますので、今回はねそのままの味をシンプルに味わいたいという目的で、あえてね野菜の方を準備しませんでした。それじゃあね、まあ、早速カレイのねしゃぶしゃぶ食べてみたいと思います。とりあえずまずはねドリンクからいかしてください。今日はね、まあ、こちら伊右衛門のね緑茶になります。それじゃあねこちらでいただきます。それじゃあ皆さんお疲れ様、乾杯。あうまい。あ湧いてきたねだいぶ。そしてね、まあ、今日これカレイのしゃぶしゃぶ食べていくんですけども、以前ね視聴者の方からこちらをいただきました。ね、シークワーサーの果汁ですね。普通のねポン酢で食べてもいいんですけども、せっかくね視聴者の方からこちらいただきましたので、このねお醤油にシークワーサーのねこの果汁を入れてね自家製ポン酢にしていきます。ちょっとねよく振ってこのねお醤油へ飲もうかな。こんな形でねポン酢が出来上がります。じゃあ初挑戦のカレイのしゃぶしゃぶどんな感じなんですかね。あそしてね改めてね言いますけども、このね石ガレイ一色魚村で200円で売ってましたので、このね一盛り全部で200円になります。それじゃあね早速食べていきますか。じゃあこんな形でねカレイのお刺身、これを昆布だしにしゃぶしゃぶと、どんなもんかな、こんなもんかな、こんな感じでどうですかね。それじゃあねこちらをポン酢につけて、しっかりねポン酢につけて、じゃあいただきます。うまっ。刺身とは違ってなんか甘みがね増す感じがしますね。もしかしたら熟成した旨味かもしれないですけど、やっぱね加熱した旨味もね感じますね。うん、これは美味しい。じゃあもう一切れねいってみますか。じゃあもう一切れこちらをねしゃぶしゃぶと、ちょっとね気持ち長くした方は魚剣は好きかな。ここはね好みですよね。はい、こんな感じでねかなりね身がしっかりしてるんですよ、石ガレイのねしゃぶしゃぶ。じゃこちらをねまたポン酢につけて、そしてねこのポン酢がね美味しいね、このシークワーサーのポン酢うまいね。じゃもう一口いただきます。いやうまっ。お刺身がね温まってねすごく美味しいですねこれ。これはいける。あお茶もうまい。そしてねちょっと箸休めにこの生わかめ、このねわかめもしゃぶしゃぶにねすごく合うんですよね。はい、こんな感じね、わかめも軽くこうね、だしに通してしゃぶしゃぶとね。はい、こんな感じでどうでしょうかね。やっぱね、色がね、少し鮮やかになりますね。じゃあこちらもね、ポン酢につけて、よいしょ、ポン酢につけて、いやもう美味しそう、この段階で。じゃあね、いただきます。うまっ。わかめとこのシークワーサーのポン酢めっちゃ合うわ。うまい。いやこれはいいよ。これはうまい。いやこれ食べちゃったらやっぱりわかめとカレイ両方いきたいですよね。そうね、わかめとカレイとね両方ともねしゃぶしゃぶにして、こんな感じでねわかめをしゃぶしゃぶと、そしてねこのカレイもねいい感じにして、
よいしょ。はい、こんな感じでね、わかめとね、カレイ。いやー、これは美味しそうだよ。じゃあね、こちらもまたポン酢につけます。ポン酢につけて、いやー美味しそうだな。じゃあ、いただきます。うん、うん、うまいに決まってるよね。いや、これね、うまいよ。わかめも美味しいんだけど、やっぱね、カレイのね、しゃぶしゃぶ初めて食べましたけど、なかなかね、美味しいですね。今日ね、お刺身で食べれるクオリティの石カレイがありますので、しゃぶしゃぶでね、食べてもいいんですけども、まあ、せっかくなんでね、ちょっとお刺身の状態でもね、一切れいただきます。このね、お刺身の状態でポン酢につけていただきます。うん、刺身もうまい。うん、でもやっぱりなんだろう、刺身よりもしゃぶしゃぶにした方がね、なんか味が増したり旨味が増したりね、まあ、そんな感じがありますね。それじゃあね、まあ、こんな形で今ね、カレイのしゃぶしゃぶ食べてますけども、こちらはね、動画を止めてゆっくりといただきます。はい、ということでね、石カレイのしゃぶしゃぶは食べ終わったので、今度はね、デザートをいただいていきます。今日ですけども、こちらね、視聴者の方から生八つ橋をいただきました。本当はね、たくさんあるんですけども、全部ね、出し切れなかったので、一部だけね、ここに持ってきました。前回ね、下月と一緒に、まあ、動画をね、撮影して投稿したんですけども、その時にね、下月の方から生八つ橋が食べたいっていうね、話があって、視聴者の方がね、買ってきてくれました。それじゃあね、早速ね、今日のデザート、生八つ橋いただきます。そしてね、生八つ橋、まあ、見た目がね、まあ似てるんですけども、こっちからね、普通の粒あん、そして抹茶。で、こちらがね、バナナクリームで、こちらがね、抹茶クリームという形で、こっちがね、定番の生八つ橋。こっちはね、クリーム八つ橋って書いてありましたね。それじゃあね、視聴者の方、ありがとうございます。魚券はね、抹茶がね、好きなので、こちらをね、いただきています。こんな感じですね。皆さんもね、まあ、見覚えがあるんじゃないですかね。修学旅行の時とかね、食べたような記憶あるかと思います。それじゃあね、いただきます。うん。うま。うん、久しぶりに食べると美味しいね、これ。うん、うまいな。うん、美味しい。もうね、あっという間なくなっちゃいますね。ちょっとね、変わり種でバナナクリームのね、生八つ橋いただいてみたいと思います。こんな感じですね。バナナクリームの生八つ橋、もうなんかすごくね、柔らかいんですよね。じゃあね、いただきます。うん、うわー、独特。バナナの香りがね、すごいします。うん、これはこれでね、美味しいですよ。うん、ということでね、まあ、こちらのね、生八つ橋いただいてみました。本当にね、美味しいですね。このね、生八つ橋をくれた視聴者の方、本当にありがとうございます。あとね、残ってる分に関しては下月とね、一緒にいただきます。ごちそうさまでした。あー、うまかったな。今回ね、一色魚村で200円で売っていた石ガレイをね、今回はしゃぶしゃぶにしてね、食べてみたんですけども、なかなかね、美味しかったですね。このね、食べ方は視聴者の方からね、教えてもらった食べ方で、一回ね、試してみようと思ってね、動画にしてみたんですけども、いやー、良かったですね。ただね、まあ、ご飯のおかずになるかって言われると難しいので、このね、石ガレイのしゃぶしゃぶと、あとね、やっぱりお酒とかでね、一緒にいただきたい、そんなね、なんか高級なおつまみの一品みたいなね、そんな感じの食べ方でした。あとですね、デザートで生八つ橋いただきまして、ありがとうございました。生八つ橋もね、なんか本当、学生時代に食べて以来ね、久しぶりに食べましたので、なんかね、懐かしい気分になりました。
本当にね、視聴者の方ありがとうございます。今日はね、このシークワーサーに関しても生八つ橋に関しても、調理法のね、カレーのね、しゃぶしゃぶにしても全部ね、視聴者の方からね、あのプレゼントをもらったり意見をもらったりって形で、視聴者の方のね、また好きによってね、この動画ができました。本当にね、いろいろとありがとうございます。それでもね、動画をここまで見ていただきましてありがとうございます。この動画に関するコメントは下のコメント欄使ってもらって、コメントをいろいろと書いてみてください。あとですね、チャンネル登録もお願いしてますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ最後の挨拶をして終わります。それじゃあ皆さん、グッドラック。